はい、宇治でございます。カシオ CTX5000 ね、いい音しますねこれ。ねすごいんですよ。なんたってこのね見た目、この赤いグリルのこのスピーカーね、かっこいいですね。このなんか G-SHOCK を彷彿とさせるようなこのねスピーカーがついてるってのはすごいね。これ 15W プラス 15W ですからね、すごいです。もう超パワフルな音で、もうものすごく軽い、しかも、ね、鍵盤も弾きやすい、もうピアノの音抜群にいいですね。ね、音色がね一度入ってますけど、全部でいくつだ、800プリセット、ユーザーの100音色ね、いくつか素晴らしい音色群の中入ってるんで紹介しましょうね。まずピアノはもうもう弱いタッチも、強いタッチも、もう素晴らしい。他にもね、いろんなピアノの音があるんですけど、例えばこれモダン EGP エレクトリックグランド系の、レスポンスがもうもう抜群にいいです。エレピ系いってみましょうか。エレピ系がまたね、しっかり入ってるね。うん、良いです。でね、私が気に入ったのがね、このクラビの音色がね素晴らしい。本物のクラビもね、大体こういうタッチなのよ。このちょっとふわっとした本物のクラビを思い出すタッチですね。バリエーションがすごい。もう素晴らしいバリエーションで、ほとんどのバリエーションも入ってんじゃないかっていう感じですね。このチェレスタがなかなか入ってないんだけど、この音すごいですね。もう学校機嫌。オルガンいってみましょうか。オルガン、オルガンね、ロータリースピーカーの早回し的なやつとか、この音もう最高に素晴らしい。オルガン、そしてねギター、生々しいですこれ。
強くしたら スライドするというね、もうなかなか気が利いてる感じですけど、他にもねこう DSP ね、エフェクターが入ってるんで、こういうギターのワウがかかったディストーション、もう最高。このねストリングスの空気感がすごい。こういうのとかね、ちょっとスロー気味な、アタックがちょっと遅いやつ。広がり感がもう素晴らしいです。ブラスもねバリエーションがすごい。こういうね普通のブラスセクション、ブラスフォール、これうわもう次ブラスシェイク、これすごい、これですよ、ブラスグリス、これこのねサキソフォン軍団もすごい。このソロ T サックス、テナサックスかな、このビブラートまで、この息の感じとかね、これすごいですよ、ブレッシーアルトサックス、ってのあの管を取ってるブレスノートね、ソプラノサックス、これもうグレート。そしてフルート、非常に生々しいです。クワイヤーのねこの音が素晴らしいです。富田サウンドのクワイアのね雰囲気が出てる、ね、おお、もうとても素晴らしいです。このクワイアも素晴らしい。次にエスニック音色、この音ね私びっくりしたんですけど、これあのインドネシアのアンクルンっていうね、こう竹をこう揺らす楽器なんだけど、あもう非常によく雰囲気が出てます。ドラムいってみましょうか。これはもう
もういい音してますね。ほんといい音してますね。次、パワーキット。もう空気感がものすごいです。はっきり言って。ドラムマシーン。これはもう八百屋ですね。でしょ。例えば909。往年のね PCM のドラム。もう素晴らしい。でね、この800音色、ユーザーも100音色ありますけど、これね、真ん中にあるこのレジストレーションっていうところで瞬時に音を出すことができます。もちろん天気でもね、ここでも選べるけど、ここですぐに例えばピアノ LP3 でオルガン、呼び出せるというね。もちろん例えばピアノを選んで、さっきも1曲もやりましたけど、レイヤーボタンを押すと瞬時に ピアノに対して今出てる音色がレイヤーされる。もちろんこれをすぐにレジストレーションすることもできるからね。でスプリットにすると、こうスプリット、ここからスプリットされてますね。瞬時にこういうことができる。よくできてますね。さすがライブパフォーマンスもバッチリじゃないこれはね。で、今この音色軍団もすごいんですけど、このねカシオの CTX5000 のすごいところはリズム、これ自動伴奏がね入ってんのよ。でこうグループセレクトでポップスとかロックとかジャズ、ラテンとかバラードとか16ビートダンス、ラテン、ね、アンサンブルとかいろいろ入ってるじゃないこれね。これですよ。例えばねポップスの今一番 ED ポップっての選んでますけど、ここでイントロとかバリエーション 1,2,3,4 とかエンディングとかスタート、ストップ、ストップってあるでしょ。だからイントロいってみましょうか。今 A マイナー押さえてますけど私ね、こうもうイントロやってくれてます。で終わって今バリエーションの1で F で C G、 すなわち押さえたコードで鳴ってくれるわけね。で押す、もう一回押すと、3番で、これをバックにキープ弾いてて弾くわけね。でエンディング、自動的に終わってくれます。おお、いいね。今時のねポップです。じゃあ002の E ファンクポップ、これいってみましょうか。Dm7 っていってみようかな。これあれさ、超先のヒット曲、例えば G マイナー、これ今 A7 の、マイナス11を押さえてるんだけど、もうテンションまでバリバリにいってるね。最高ですねこれ。
もう最初のポップでもうこういうねヒット曲系がもう完全網羅されるっていうね。これもねアンサンブルもいろいろありますけど、リズムパターンとしては全部で235のね、伴奏が入っていて、もうユーザー自分で組み合わせたのも100メモリすることができる。まあ無敵だねこれ、すごいね。これね、びっくりしたのがね、こうでしょ。でこれハーモニーって入れてると、ハーモニー入れてくる。これね、このフレーズパッド、これもねよくできてるんだけど、これ何かというと、ここに4つのフレーズがこういるわけですよ。それがこのリズムに連動してなってるんですね。というようにね、これも便利に使います。もちろん自由自在にこれアサインすることもできますからね。自分でフレーズも書き込むことができるという。よくできてますね。でね、さっき自動伴奏、こう私の押さえたね、右手左手で押さえた伴奏でやってくれたけど、実はねこのアカンパニメントをこう長押しすると、このミュージックプレセットっていうのがあって、これがねよくできてんだけど、これ何かというとソフトポップで、今何もしないようにこうコード進行を自分で作ってくれたやつね。これでこういうのが、いっぱい入ってるというね。なんかかゆいとこに手が届く感じでいいですね。やっぱデザインがね、こうなんて言うんだろう、かっこいいですよ。やっぱグリルのこのスピーカーの赤と、こうダイヤルのこの赤いところとかね、この赤いボタン軍団とかね、これね、とてもよくできてますね。とても良いと思います。もちろんリズムがね、何のリズムがここにあるかとかね、ちゃんと分かるし。これね、音源は AIX サウンドソース、 AIX 音源っていうね、7キロ軽い、そしてスピーカーね、私が弾いてたの CTX5000 だけども、実はねこの CTX3000 というね、こうよりリーズナブルなね、モデルがありますね。もう中高生バンドのねキーボーディストにも最適なんじゃないかね。素晴らしいコストパフォーマンスですね。CTX5000 カシオでした。